こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと遅くなってしまいましたけれども、7月の振り返り動画の撮影なんですけれども、ここ最近新しくココアートチャンネルに出会っていただいた方が多いということで、ちょっと長い動画にはなるかもしれませんけれども、ちょっと自己紹介というかチャンネル紹介を兼ねて7月の振り返り動画をやっていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。ココアートチャンネル7月の振り返り動画に行きたいと思うんですけれども、その前に先ほど言ったチャンネル紹介をしたいと思います。最近このココアートチャンネルに出会っていただいたそこのあなた、出会いに感謝です。ありがとうございます。 YouTube には数多くの動画がある中で、私の動画ココアートチャンネルに出会っていただいたということは、きっと赤い糸で結ばれているんだと思います。私たちやっぱりご縁というのはそのくらい何かやっぱり不思議なつながりがあると思うんですね。ということで、一体この人誰なのって思ってらっしゃる方も中にはいらっしゃると思います。もうすでに過去の動画を見てあなたのこと知ってるよっていう方もいらっしゃると思います。どちらの方にもちょっと改めて自己紹介させてください。私の名前は高文光三と申します。すごい男っぽい名前でしょ。すごい男らしい名前でしょ。それもそのはず、私もともとは男性なんです。もともと生まれた時は男性で、20代の後半からだんだん女性になる道を選びました。そして今の養子になったのは30歳くらいの頃です。それでも私はもう20代の頃からずっと絵描きをしてて、この高文光三という名前で活動してたので、今もこの名前を使っております。もちろんこの名前、ウィキペディアやホームページにも載っている通り、ペンネームではなく私の本名になります。生まれた時に両親からいただいた名前になります。なんで女性になったのに名前を女性に変えないんですかというご質問もたまにいただくんですけれども、なんか別にこれといって深い意味はなくて、5年間ぐらいちょっと絵の活動を休んだことがあって、復帰した頃に女性の名前で再出発しようとも考えたんですけれども、過去の自分も今の自分も全部受け入れて活動していって、私と同じように何か悩みを抱えてたりとか、私と同じように生きづらさを抱えながら自分と向き合ってる方とか子供たちがいるかもしれないということで、ちょっと絵の活動以外に講演活動もしてるので、だったら分かってもらいやすいように男性名のまま活動しようということになりました。私も一時は名前ですごく悩んだことがあるんですけれども、今は過去の自分も今の自分も全部大切だなって、過去も今も肯定して生きてるので、この名前に誇りを持っています。なので高文光三となっています。そしてなぜチャンネル名がココアートチャンネルかと言いますと、最初は高文光三のローマ字表記はこうでした。 C ではなく K でした。でこの K という字がなんとなく私の中でもしっくりきていないなと思う頃に、インスタグラムの方で C に変えたらどうですかって、フランスで私のことを応援してくれてるフランス人の方から提案いただいて、 C にしたらひらがなの高文光三というのとなんか雰囲気が合うなということで、高文光三というのを K から C になりました。そして K の頃から私の作品をココアート、高文光三のアート、ココアートっていう風に呼んでくださるお客さんがいて、私もココアート、ココアートっていう風に言ってたんですけれども、そのココアートにチャンネルっていうのをつけて、ココアートチャンネルという名前でこの動画のチャンネルをスタートさせました。最初はココアート TV にするのか、ココチャンネルにするのか、いろんな候補があったんですけれども、スタッフとあれこれ話し合ってココアートチャンネルということになりました。なぜアートよりも私のプライベート、コスメとか私の Vlog みたいなことをお伝えしているのにアートをつけたのかと申しますと、このココアートチャンネルをきっかけにアートに興味を持っていただいたり、 LGBT のことを正しく知っていただきたい、 LGBT のことをなかなか理解できなくてもまずは知っていただきたい、おかげさまで私のファーストチャンネルの方ではアートに偏った動画をお伝えしてるんですけれども、このココアートチャンネルをきっかけにアートや私の作品に興味を持ってくださった方がメインチャンネルの方にも登録してくれて、私の動画を見てくれるようになりました。ということで、このココアートチャンネルはメインチャンネルに皆さんをお誘いするためのあり地獄でございます。
って言ったらなんか怖いですよね。私がアリ地獄って言ったらなんかちょっと怪しい感じに思うかもしれないんですけれども、決してファーストチャンネルは怪しいチャンネルではございません。私の展覧会の模様とか作品ができていく過程とか講演会の模様とかそういうのをアップしてるんですけれども、講演会の方は私の幼少期とか LGBT のことを主にお伝えしてるんですけれども、作品も私の幼少期とか内面性もかなり描いてる部分があるので、講演会の方もメインチャンネルの方でアップロードしています。もしまだ見てないよっていう方は最終画面の方にメインチャンネルのアイコンも貼っております。赤いウサギが目印ですのでぜひご覧ください。そしてこのココアートチャンネルの裏側とか、このココアートチャンネルではちょっとお伝えしきれてない内容とか、ちょっと裏ココ的な、ちょっと黒ココ的な、このココアートチャンネルでも中身のない動画がかなり多いのに、さらに中身のない尻滅裂な動画をお伝えしているのが黒ココチャンネルになるんですけれども、そのチャンネルはまだ始まったばかりなんですけれども、そちらもよかったら最終画面にアイコン貼っておきますので、よろしかったらご覧ください。ということで、7月にお伝えした動画のサムネイル画像をお見せしながら、こういう動画でしたというのをざっと紹介していきたいと思うので、もし気になった動画があったらぜひそちらもご覧ください。それでは7月にココアートチャンネルで最初にお伝えした動画がこちらになります。今はおかげさまでココアートチャンネル1万人を達成したんですけれども、7月のこれは1日にアップロードした動画になるんですけれども、登録者8000人9000人の記念企画として質問を募集しますという動画になります。本当に気軽なつもりで始めたんですけれども、100件以上ものご質問をいただいて、7月は主にこの Q&A をお伝えしたと言っても過言ではないほど、そのきっかけになったのが質問募集のこの動画になりました。よろしければご覧ください。そして次にお伝えしたのが、私がもうダイソーでずーっとリピートしてる私の大好きな愛用品、ダイソーのシリコンマスクとセリアのシリコンマスクを比べてみましたという動画になります。そして次にお伝えしたのがこちらになります。先ほどの質問募集のコーナーで最初に質問にお答えした動画が、私の作品はなぜ笑ってないのか、なぜ無表情なのか、いきなり私の作品の質問をいただいて、なんか嬉しいなと思って、という作品の話をしてたら、スタッフが作品飾るの忘れてたって言って慌てて作品を飾ってくれました。そして次にお伝えした動画がこちらになります。私は25歳で初めて個展をして20年以上も活動してるんですけれども、30歳の前半くらいにちょっといろいろありまして、活動を5年間ほど休止したことがあります。そのことについて、なぜ休止してたんですか？その間何してたんですか？どんな心境だったんですか？というような、そういうご質問だったかな。ちょっと前すぎて、ちょっと忘れてしまったんですけれども、そういう感じの質問をいただいたので、私の空白の5年間、私が絵の世界からちょっと行方不明になってた5年間のことをじっくりお話しした動画になります。いろいろな差別を経験したり、排除を経験したり、挫折を経験したり、その時はもう本当に必死で、なんで私ばっかりこんな辛い思いしないといけないんだろうってネガティブになることもありましたけれども、今振り返ってみたら私には必要な経験だったのかなって、そんな風に思います。あまりにも Q&A 動画が続きすぎてしまったら、美容動画とかスキンケア動画を目的に登録してくださった方がちょっと機嫌が悪くなったら大変だわということで、スタッフがちょっと気を利かせて Q&A 動画の合間にこういう動画を入れてくれました。セリアのシリコンのフットカバーで足裏ツルツルにというコーナーです。本当に今の100均の進化はすごいなと、そういう風に感じさせてくれるような、そんなアイテムなので、よかったら皆さんもゲットしてください。次にお伝えした動画がこちら。またまた Q&A 動画に戻るんですけれども、整形はしてるんですか、脱毛はしてるんですか、というご質問にお答えした動画になります。
今だから言えるんですけれども、ちょっと削除覚悟で私がおひげを脱毛した時の悪戦苦闘とか、そういうものをちょっと赤裸々にお話しさせていただきました。そして次の動画がこちらになります。私が自分は女性だと気づいた時の心境とか、そういうことをお話しました。あとは絵の世界のお金の話、アートの世界の裏話というか、アートの世界のお金の話というか、そういう話をちょこっとさせていただいた動画になります。そして次の動画がこちらになります。私は活動を休止してある5年間の間に、水商売って言ってしまったら水商売の方に失礼になるくらい、本当にお友達の焼酎バーをちょっとお手伝いしたことがあって、ちょっとその時に不思議体験、座敷わらし体験をしてしまったので、そんな話をちょっと動画でしました。それから次の動画はこちらになります。本当にありがたいことに、ココアートチャンネルでこういうご質問いただけるとは、メインチャンネルじゃなくてココアートチャンネルでこういうご質問いただくなんて本当にありがたいです。私の作品を個展とかアートフェア以外で買うにはどうしたらいいですかっていうようなありがたいご質問いただいたので、それに関してちょっと答えてみました。次の動画がこちらになります。もう撮影が長引きすぎてちょっと半分崩壊気味の私なんですけれども、崩壊気味の私でも見てあげてもいいよっていう方はぜひご覧ください。この動画は私が YouTube を始めた理由、 YouTube ココアートチャンネルに込めた思い、ココアートチャンネルのコンセプトとか、ココアートチャンネルのことをちょっとじっくりと赤裸々にお話ししてみました。今日の動画とちょっと被る面もあるかもしれないんですけれども、今日のこの自己紹介というかチャンネル紹介ではまだお話ししてないようなこともお話ししてるので、最近ココアートチャンネルに出会ったよっていう方はこの動画もよかったらご覧ください。そして次の動画がこちらになります。これは Q&A というか、ご質問というかお悩み相談の動画になります。アラサー女子の恋愛相談にアラフィフの私がちょっとズバッとお答えしていました。ぜひご覧ください。そして次が6月の振り返り大暴走、スナップチャットを使ってちょっといろいろなキャラクターになりきって6月の動画を振り返った、そんな動画で、その次が1万人達成のゲリラライブ、アニメソング、私の時代の懐かしいアニメソングをたくさん歌いました。そして次にお伝えしたのがこちらです。なぜ子供しか描かないのですかという質問にお答えしてみました。20年以上も子供を描き続ける理由とか、あとネット限定のオリジナルグッズが欲しいというご質問に関してもお伝えしました。そして次の動画がこちらになります。ちょっと Q&A 動画が続いたので、箸休めというかちょっと休息をということで、エイジングケアにこそ日焼け止め効果が必要な、そういうサイトを引用した動画になるんですけれども、これからちょっと日焼け対策真剣に考えたいという方はぜひよかったらご覧ください。ダラダラゆるゆる雑談動画になりますけど、よかったらご覧ください。そして次の動画がこちらです。Q&A 動画なんですけれども、ご質問にお答えした動画なんですけれども、ちょっと重たい動画になります。ちょっと私の過去を振り返ってみた動画になります。よかったらご覧ください。そして次も Q&A 動画になります。私の一日はどんな感じですかって、本当に私の一日とっても地味なんですけれども、この建物にこもってほぼ出ません。私の一日のルーティーンとか、アートグッズに何か興味があるとかいう方はぜひご覧ください。そして次の動画がいよいよ Q&A 最終回のこちらになります。長かったですよね。 Q&A 合計いくつですか？12個。 Q&A 12個。最終回の動画は、私が講演会を当初はボランティアでしてたんですけれども、なぜボランティア活動をやめたのか、そういうこととか、ちょっと講演会の引き受けに関するような、そういう動画になりますので、よろしかったらご覧ください。次にお伝えした動画がこちらになります。セリアの100円のキーホルダーをイヤリングにリメイクしたという動画になります。そして次にお伝えしたのが、今日もつけておりますフレグランスと UV カットができるパウダー、サラパウダーをご紹介した動画になります。そして次にお伝えしたのが、もうちょっと反論覚悟で思い切って作った動画になります。批判の対処法とか、継続は力ですよとか、
なんかそれ系のちょっとモチベーションアップ的なそういう動画になります。批判の方を見て動画を作るよりも、褒めていただいたりいいことを言ってくれる方を見て、その人たちの期待に応えるように動画を作っていった方が、なんかキラキラして明るい動画ができるんじゃないかなって、作ってるクリエイター自身もなんかモチベーションを保って明るい気持ちで前向きにものづくりができるんじゃないかなって、そういうことをちょっとお話しした動画になります。よかったらご覧ください。そして次にお伝えした動画がこちらです。ココアートの雑貨屋さんがオープンしましたという動画になります。もうすでに本当にたくさん買っていただいてありがとうございます。私もたくさん買いました。すずりさんは本当に突発的にタイムセールするんですよ。この前も T シャツを1000円引き、ほぼ半額のセールをしてて、だったらもうちょっと後で買えばよかったなってスタッフと話してたんですけれども、本当にすずりさん突然あるアイテムを期間限定でセールとかするんですよ。そしてその値引き率もすごいので、グッズをちょっとでも安く買いたいとか、グッズたくさん欲しいっていう方はたまにすずりさんのサイトを覗いてください。時々突発的にセールをやってらっしゃるようです。タイムセールもやってらっしゃるようなので、よかったらご覧ください。すずりのココアートの雑貨屋さんのリンクは下の説明欄にも貼っております。よかったらご覧ください。そして次にお伝えした動画がこちら。またまたちょっと日焼け止めとか光老化に関してのお話とか、私が使ってる UV スプレーの商品紹介の動画になります。やっぱり季節ですね。夏にはやっぱり旬な話題をお届けした方がいいって YouTube さんからご提案いただいたので、ちょっと日焼け止め動画をいろいろ立て続けにお伝えしてるんですけれども、私が使ってる日焼け止めスプレーを紹介しながら光老化についてちょっとお話しした動画になります。よかったらご覧ください。次にお伝えした動画がこちらになります。私が初めてすっぴんからメイクをしてみた動画になります。メイク動画がこんなに難しいなんて思っておりませんでした。皆さんからいろいろなコメントをいただいて、またコメントにお答えする動画もこの後撮影しようかなって思ってるので、またそちらも後日アップロードするので、よかったらご覧ください。本当に何の参考にもならないような、私のど素人の何の工夫もない、何のアイデアもないような、そんなメイク動画になりますけれども、私の初めてのメイクアップ動画、よかったらご覧ください。はい、ということで最初にお伝えした動画が7月1日にお届けした動画になって、そしてこのメイク動画が7月31日ちょうど7月1日に始まって、7月31日に動画を終えたという7月の動画になりました。いかがだったでしょうか。なんかちょっと今ですね、個展準備で私もスタッフもバタバタで、ちょっとコメントにお返事できていない、そういう時期になりますけれども、コメントは全部読ませていただいて、私が読んだものはハートマークつけさせていただいてます。どうかそれでお許しください。本当に毎回毎回コメントいただく方のアイコンとか、毎回毎回コメントいただく方のハンドルネームはもうなんか私の胸に深く刻まれてきておりまして、毎回毎回本当に動画を作る原動力にもなりますし、私より何よりここに出てないスタッフ2人が本当に励みにさせていただいてます。本当に皆さんありがとうございます。8月ももうすでにいくつか動画をお伝えしておりますけれども、また9月になったら8月のおまとめ動画も作っていきたいと思います。最近ココアートチャンネルに出会ったよっていう方も、前から知ってるよっていう方も、ココアートチャンネルを今後ともよろしくお願いします。ちょっと長い動画になりましたけれども、最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。